山形県酒田市のバイク屋鈴木モータースです。今日はですね、仙台へこれから出発しようとしております。今日はですね、北海道からです。先日 YouTube でもご紹介させていただいた、なんとですね、北海道の帯広市からですね、V ストローム 650XT のパールグレッシャーホワイトっていうですね新車をですね、なんと山形県のうちからですね、ご注文いただきました。本当にありがとうございました。で、そのお客様はですね、 YouTube を普段見ていただいてるお客様で、新車を買うなら、まあ地元で買っても鈴木モーターズで買っても、まあ同じものじゃないですか、まずは新車なので、が来るんであれば鈴木モーターズが買いたいというふうにですね言っていただいて、いやもう本当に感謝感謝でございます。で、本当はですね、僕がお届けにですね、直接に、直接僕がですね、お届けに上がって、本当に感謝の気持ちをお伝えしたかったんですけども、北海道ともなるとですね、やっぱりフェリーに乗って、お客様のところにお届けするってなると、やっぱりですね、お客様への配送のご請求金額がどうしてもやっぱりこう、高くなってしまうので、その旨をですね、お客様にお伝えしたところ、今回はですね、配送業者さんでいいよっていうふうに言ってくださって、で、まあ、乗ってからですね、いろんなこう、ツーリングとかで、山形の鈴木モーターズに、行くからっていうふうにですね、言っていただいて、今回はですね、配送業者さんお願いしてもいいよということで、いうふうにですね、お声掛けいただいて、なのでですね、仙台デポまではですね、うちの方で配送させていただいて、仙台デポから北海道へ、フェリーに乗ってですね、お客様のもとへということで、今日はですね、これから仙台デポへ、BAS っていう配送業者さんがあるんですけども、それの仙台デポへ、お届けに上がるというふうになっております。あとはですね、GSX-R1000R2018 年モデルですね、新車をご契約いただいたお客様が、宮城県のお客様ですので、R1000R もですね、今月末いよいよご納車なので、登録にですね、宮城のその仙台デポに立つ時に仙台運輸局にですね、行って登録をしてきて、まあ、これから出発、今12時ですけども、だいたい2時間半くらい、まあ3時間くらいかな、休憩も入れて、で、着くので、これからですね、仙台出発していきたいなというふうに思っております。でですね、そうなんですよ。今日はそのまま仙台へ一泊してですね、明日の仙台空港のですね、朝の便で、僕、ちょっとですね、4日間、中国にですね、出張に行ってまいります。遊びに行くんじゃなくて、ですね、出張に、行ってきてですね、いろんなですね、こう、お話とかもいろいろいただいているので、そういうふうにですね、こう、会社として今後ですね、いろんなこう、事業ですね、展開できていけるように、そのですね、第一歩として今回ですね、呼んでいただいたのもあって、中国の方にですね、いろんなこう、まあ、まだですね、そんな、公にできるお話ではですね、まだ全然決まってない段階なので、できないんですけども、いろんなですね、チャンスをつかめるようにですね、長く、やっぱり商売をですね、やっていけるように、一つでもですね、チャンスがそこにあれば、もう、頑張っていきたいなという思いでいるので、そのチャンスをですね、生かすためにも今回はですね、4日間、中国の方に、深圳ですね、中国の深圳というところですね、行ってきます。もうこのですね、ご納車待ちにお客様がいらっしゃって、ちょっとですね、こう春先で始めるシーズンなので、バタバタしている時期なんですけども、スタッフにですね、みんなにお願いをして、頑張っていただいてですね、で、僕も中国で頑張ってきて、4日間ですね、有意義な、出張にできるように、これからですね、行っていきたいなというふうに思っております。ですので、4日間ほどですね、土曜日の夜中に僕、酒田に帰ってくるので、ちょっとですね、4日間ほど連絡の方が取りづらくなるとは思うんですけども、ぜひですね、日曜日からまた全力で頑張りますので、よろしくお願いしますということですね。これから仙台行って、その後中国へ行っていきますので、チャオイタリア語